センスがあるとかないとかっていうのは、今日これからお話しする3つの落とし穴に早く気がつけるかどうかなんです。おいお前たち。はい。私をここまで強くしたものは何だかわかるか。はい、強くなりたい気持ちだと思います。正解ではないが良い答えだ。そうめんをあげよう。他にはないか。はい、仲間を思いやる熱い気持ち。そうめんをあげよう。私を強くするもの、それはざわ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 。電池の数じゃろがいい。持ってこい電池をありったけ。切り返し千人を問うと魔改造魔改造魔改造。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の宇賀です。やってますか。今日は剣道を始めた人がみんな同じように難しいと感じること、そう3つの落とし穴についてお話しします。こういうことはないですかね。自分は頑張って稽古に行ってるのにね、練習行ってるのに、後から入ったあの子は明らかになんか上手になるのが早い。なんなんこれ。実は上達が早いとか遅いとか、センスがあるとかないとかっていうのは、今日これからお話しする3つの落とし穴に早く気がつけるかどうかなんです。今日もできるだけわかりやすく説明しますので聞いてください。落とし穴の一つ目は、剣道やってる多くの人がすり足を忘れてしまうことなんです。このことに早く1秒でも早く気がついてほしい。理由なんですけど、剣道ってほんと不思議で、例えば竹刀の握り方一つでも正しく握ってなくても剣道ってなんとなくできるじゃないですか。それと同じで足の使い方も、剣道の足の使い方を別にやらなくてもできちゃうんですよね。だからそれでいいと思っちゃうんだけど、実はこのすり足っていう足の使い方を意識しないと剣道が上手になっていかないんです。そのぐらい大事。みんなね、竹刀を振ることばっかりに一生懸命になっちゃうんですけど、大事なのはまず足なんです。じゃあちょっとここから詳しく話していきますね。皆さんすり足って覚えてますか？多分防具をつける前ね、最初に全員習ったと思います。形としては、構えた時に左足のかかとを、指2本ぐらい、右足のかかとを紙1枚分ぐらい浮かせて、両足均等に体重バランスを持ってきて、つま先を上げずに足の裏を床に擦るように、足を動かすやり方でしたよね。剣道ってこのすり足っていう足の動かし方をするんです。多分ここまではみんな習ってると思います。じゃあすり足の反対は何かっていうと、普段歩いたり走ったりする時の足の使い方なんです。普段歩いたりする時に、つま先を下ろして歩いたり、足の裏をね、地面に擦りながら歩いたりしないですよね。だけど剣道をやるときは、この普段の足を使っちゃダメなんです。最初にお話ししたすり足っていう足の使い方をするんだってことを、まず今日は覚えてください。じゃあここからが話のポイントになります。皆さんに質問します。なんで剣道ではすり足を使わないといけないんでしょうか。別にいいじゃない。普段歩くような足で剣道やってもいいじゃない。できるじゃない。でもダメなんです。剣道ですり足を使わないといけない理由は、はい、毎度おなじみ剣道指導要領の162ページに書かれてます。ちょっと読みますね。すり足とは、足の裏で床をするような足の運び方、移動によって生ずる体や構えの動揺を極力少なくし、下半身を安定させ、上体の働きを自由自在にするのに有効な足の運び方、歩み足、送り足、開き足、継ぎ足において共通して重視される足の運び方であると。はい、ちょっと難しかったですね。分かりやすく説明すると、剣道をするときには普段の歩くような足でやらずに、すり足で移動してください。そうすると下半身が安定して、体の軸がぶれなくなって、もっと剣道が上手になりますってことを言ってます。
と、まあ、こういう説明するとね、皆さん多分こう考えてないですか？うわ、店長、すり足？大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺、できる。ちっちゃい頃やったから、最初にやったから大丈夫。こういう人、一番危ないです。いや、皆さんがね、足さばきの練習の時に、すり足、上手にできるの知ってますよ。もちろん知ってます。だけど、足さばきの練習の時だけじゃなくて、普段稽古してる間、ずっとすり足で動くの知ってましたか？例えば、まあ、普段稽古してる時も、すり足すごく使いますし、最初にレイをして3歩入る時もすり足で入ります。他にも大きく動く時も小さく入る時もすり足使いますし、打った後抜ける時もすり足を使います。他にも素振りの時もすり足使いますし、木刀による基本技稽古法の時もすり足使いますし、日本剣道型の時もずっとすり足、そのぐらいすり足を使うんです。剣道をやってる間はずっと足の裏を床に擦りつけるような動きをするんです。まとめます。足さばきの練習や先生に言われた時だけすり足で動くんじゃなくて、稽古してる間はずっとすり足で動いてください。これで剣道が変わります。落とし穴の2つ目は竹刀の握り方です。構えた時にはいいんだけど、振りかぶった時に多くの人が竹刀の握り方がグダグダになります。なんで振りかぶった時に握りが変になるかっていうと、これ考えてみたら簡単で、構えてる時って自分で見えるじゃないですか。変だったら直せるし、先生も注意してくれます。だけど振りかぶってる時ってどうですか？自分で見えないですよね。だから握りが変になってても気がつかないんです。で、変になった握りのまま打つから、やっぱり変な打ちになっちゃうんです。原因は振りかぶってる時に構えがグダグダになってることなんです。皆さんもちろん大丈夫だと思うんですけども、念のため竹刀の握り方大丈夫ですよね。竹刀の握り方は親指人差し指の間のここのラインが竹刀の柄の上側のミシン目に来るように上から握るってことでしたよね。で、もう一つは10本の指全部使って握るんじゃなくて、下の小指薬指中指、こっちもね、小指薬指中指、この6本で竹刀は握りましょう。親指人差し指は軽く触れとく程度っていう、これ もちろん大丈夫でしたね。構えた時はできてると思うんです。でもね、振りかぶった時どうですか？最初構えた時は上手にできてるんですよ。だけど振りかぶる時、ここまでいい、でも一番もう見えなくなって、最後気がついたらこうやって横から握ってるんですよね。なぜならばこっちの方が楽だからなんですよね。僕も昔そうでした。でも剣道では振りかぶった時、一番上行った時でもこの最初の形、上から握った形、同じ形じゃないとダメなんです。絶対にこう気を抜いて横から握っちゃうと、これでもう全部おかしくなっちゃうんです。まとめます。構えた時には正しく竹刀は握れてます。だけど振りかぶった時、自分の見えないところで竹刀の握りが変になってませんか？これが落とし穴でした。構えた時、振りかぶった時、ここが正しければ必ず振り下ろした時も正しい構えのまま打つことができます。落とし穴の3番目、みんなが難しく感じることの3つ目は、これまで素振りをね、一生懸命頑張ってきたんだけど、初めて大きい面打ちを習った時に手と足がうまく合わないってことなんです。素振りをね、一生懸命頑張った人ほど難しく感じます。なぜならばこれまで習ってきた素振りと大きい面打ちっていうのは、手と足を合わせるタイミングが違うからなんです。なぜたくさんの人がこの段階で手と足を合わせることを難しいと感じるのか、タイミングの合わせ方がどう違うのか説明します。最初は誰もがね、素振りから剣道を始めると思います。素振りの動きっていうのは、振りかぶるときに右足を出して、振り下ろすときに左足を引きつける、こうでしたよね。この時は手と足はまだ合ってるんです。そしてここで注目してほしいのは足の動かし方。これは素振りの時にはすり足っていう足の使い方をしてるんですよね。なんだけど、大きい面打ちの時にはさっき言ったすり足じゃなくて、右足をドンというね、踏み込み足っていうのを使うんですよ。すり足と踏み込み足、足の使い方が変わると手と足を合わせるタイミングも変わってくるんです。踏み込み足を使った大きい面打ちっていうのはね、初心者向けに話をすると、構えたところから振りかぶる時には足はまだ動かさなくていいんです。そして振り下ろすタイミングで右足を出せば、バチッと手と足が合います。
でもなんで混同するかっていうと、素振りを一生懸命やってきた時には振りかぶる時に右足出してたじゃない、ね、でも踏み込み足の時には足出さなくていいです、振りかぶるだけでいいんです、足はまだこのままね、振り下ろす時に足を出す。だからここがもう違うわけですよね。最初にお話しした素振りの時のすり足でやる時の手と足の合わせ方、それともう一つ大きい面打ち、踏み込み足でやる時の手と足の合わせ方、これはねどっちか一個だけできればいいってことじゃなくて両方できないといけないんです。両方を使い分けれないとダメなんです。この動作っていうのは切り返しっていうのがあってね、この切り返しっていう一連の流れの中で必ず両方入ってます。切り返しは最初踏み込み足から始まって前4歩すり足、後ろ5歩すり足、そして最後に踏み込み足で終わります。だから2つを正しく使えないとこの切り返しっていうのが綺麗にできないんです。最後にね、簡単でいい練習方法があるので聞いてください。この素振りは 1,2,3、3つのリズム3拍子で行います。まず1の時には足は動かさずに振りかぶるだけ、そして2の時に竹刀を振り下ろしながら右足を出して打ちます、腰も落とします。そして3の時に元の構えに戻ります。この素振りをやっておくと大きい面打ちで踏み込み足がスムーズにできるようになります。いかがでしたでしょうか。以上が初心者が必ず落ちてしまう3つの落とし穴の動画になります。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。でっかい無料カタログは動画の概要欄からどうぞ。